やはりな。お前の力、このフィン・マックールが試してやる。もうやめて。お？彼は悪い悪魔ではありません。私のクラスメートです。どういうことかな。なるほど、ラフムに連れ去られた友人を助けるためにここまで来たと。悪いな、俺様の早とちりだ。とはいえお前さんのせいでもあるぞ。悪魔と人が歩いてりゃ疑って当然だ。私たちはベテルの関係者です。ベテル？ああの神のしもべどもか。それで生徒を助けるために。あの、この辺りで私のような服を着た人間を見ませんでしたか？悪魔に連れてこられた生徒なら俺様が助けたぜ。全員かどうかは知らねえけどな。ここから南西の方角に妖精族の集落がある。そこにかくまってもらっている。妖精族の集落ですね。ありがとうございます。この地は混沌の勢力、邪神ラフムの力が強い。ベテルの力が及ばぬ危険な場所だ。悪いことは言わないから、さっさと帰った方が良い。それでも私は友達を助けたいんです。そうか、だったら気をつけて行動してくれ。そして縁があったらまた会おう。妖精の村にミヤズちゃんがいるかもしれないね。村のことユズル君に教えてあげないと。メッセージを送っておいたから、そのうちユズル君も来ると思う。私たちも向かいましょう。お前か。学校では逃げて悪かった。俺さ、悪魔も戦いも怖くなって逃げたんだ。学園の外に逃げれば大丈夫だと思って全力で走って、でも魔界に去ろうとしていた悪魔に見つかってそのまま連れて行かれそうになった時、危ないって言ってかばわれたんだ。アツタの妹の病弱な女の子に。あの子ミヤズって言ったよな。戦う力もないか弱い女の子が俺なんかをかばって連れて行かれたんだ。お兄ちゃんならきっとこうしたからって。このままじゃアツタに顔向けできねえ。せめてアツタの妹を探さないと。そりゃよかった、ちょっとほっとした。だけどまだ発見できていない生徒がいるかもしれない。あいつに習った悪魔召喚の技を使ってさらわれた生徒たちを助けようって決めたんだ。だからこっちの調査は俺に任せてくれ。俺はもっと探してみるよ。妖精の村のことはお前に任せる。先輩、ミヤズちゃん無事でよかった。フィンさんっていう人が助けてくれてここに連れてきてくれたの。でも怪我をした人がたくさんいてすぐには動けないんです。詳しい話は私たちを助けてくれた妖精族の王に聞いてください。良いですか。そうね。ふう。そうです。はい。そうね。
願い。じゃあね。そうです。先輩、治療薬ができるって聞きました。ありがとうございます。これで怪我をしたみんなも助かるね。あとは沙織が見つかれば。すまね、助けられなかった。ダサイ君、さっきの丘の上で五木島を連れた悪魔に出会って助けようとしたんだが。ダサイ先輩、怪我してます。俺のことより五木島を頼む、助けてやってくれ。ダサイ先輩は他の怪我人と一緒に私たちで治療しておきます。先輩は五木島先輩のことよろしくお願いします。なるってどういうこと？一つになるとは、ナホビノになるということ。奪われた半身を、本当の自分を取り戻すということよ。本当の自分。世と一つになれば、そちの悩みも解決するぞ。見つけた。サオリを返して。何を言う、よとその半身は一緒にいるのは自然であろう。自然。サオリ、そいつといちゃダメだよ。帰ろう。でも私は。ラフムは彼女に執着している。その隙をついて攻撃が可能。了解。ごちゃごちゃうるさいやつだ。先にお前たちを始末してやる。
よかった、サホリ、よかった。タオ、私、何も言わなくていいから、一緒に帰ろう。二人とも聞いて。あのね、二人ともバカね。娘はすでにラフムに。愚か、実に愚かなり。こしゃくな相手であったが、これで世の偉大さを理解できたであろう。世をたたえ、震えのあいつがいい。さあ、お前も世の生贄となれ。また何もできなかった。私には誰も救えないの。嘆くな、そなたには使命がある。その使命に目覚める時だ。内なる意識を解放するのだ。そう、私は、私の使命は。一体何を。この命に変えても彼らを死なせはしない。さあ受け取って、私の命を。ありがとう。これで。嫌だ。よな。ようこそな。そうせよ。
無事だったか。ラフムは倒したんだよな。五木島は無事なのか。五木島か。そういえば磯の神の姿もないようだが。そんな。五木島だけではなく、聖女である磯の神まで被害に遭うと。ともかくこの情報をベテルに報告せねばならない。僕らは先に戻っている。君も準備ができたら報告に帰ってくれ。みんなお疲れ。では報告に行こうか。そうだな。報告ご苦労。ラフムの討伐見事であった。しかし磯の神が。彼女のことは残念だった。聖女と呼ばれた彼女の死はベテルの大きな損失となるだろう。五木島も救えなかった。ラフムに狙われた生徒か。その少女についても残念だった。そういえば五木島をさらったラフム、あの悪魔は創生という言葉を口にしていました。ナホビノに戻り創生を行う。あれはどういう意味なのですか。君たちも知っておいた方がいいか。かつて善悪の知恵と永遠の命を合わせ持つ神々をナホビノと呼んだ。しかし創造主の命によりナホビノは知恵を奪われ悪魔へと貶められた。ラフムもその一柱なのだ。奴は己の知恵を取り戻しナホビノへと帰ろうとしたのであろう。知恵を取り戻すことと五木島にどんな関係があるんですか。ああ、創造主は奪った知恵を天の楽園にある木の実に封じたのだ。だがその知恵を封じた実を蛇にそそのかされた人々が口にしてしまった。知恵は人の魂に融合しその子子孫孫へと受け継がれたと聞く。五木島君もそんな一人だったのだろう。自分たちも悪魔の知恵を受け継いでいるんですか。そうだな、そういうこともあるだろう。知恵を奪われ悪魔となった者たちは己の知恵すなわち人の魂を求め続けている。だが神はそれを許してはいない。それはなぜなんですか。知恵を持つ者すなわちナホビノは神の秩序を覆す可能性を持つからだ。その可能性、それが創生なのだ。つまりラフムは己の知恵を取り返し神の秩序を崩そうとしたんですね。ああ、でもそれじゃ彼の存在も秩序を崩しているんでしょうか。それについてはさらなる説明が必要だ。だが今日はもう遅い。また後日に話をするとしよう。君たちは寮に戻り疲れを癒してくれ。はい、わかりました。なあお前、それとアツタ、後で寮の屋上まで来てくれないか。知恵とか創生とかよく分かんなかったんだけど、結局どうすれば五木島を救えたのかな。学園一の秀才はどうするのが正解だったと思う。もっと早く彼女の苦境に気づいていれば助けることができたのかもしれない。あの悪魔は五木島の心の弱みにつけ込んだ。追い詰められていた彼女はそれを拒めなかった。ただこんな犠牲を生まないために悪魔召喚プログラムを手にしたはずが、自分の弱さに呆れてしまうよ。いや、お前は強いよ、アツタ。お前も、妹も、すごいなって思った。ダザイ？正しい道を進むには、
力が必要だ。だからお前のように俺はもっと強くなる。それに強くなれればもうこんな犠牲を出さないで済むはずだ。そうすることがあの二人への償いになる唯一の正しい道だと信じたいんだ。そうか。僕には君こそ強く感じるよ。二人はああ言ったが、君はどう思う、少年？そうか。私はベテルの人造魔人。君をサポートすることが最優先の任務だ。君がどのような意見を持とうと、私は君をサポートすることを約束しよう。おはよう諸君。昨日の話の前にベテル本部から通達が入ったので伝えておこう。君たちの活躍でラフムは倒されたが、混沌の悪魔による東京襲撃を本部は重く見た。このままでは秩序を軽んじられると考え、ベテル全軍をもって混沌勢に攻勢をかけることになった。ベテル全軍ですか？正確には各地から集めた精鋭部隊による攻勢だ。欧州からアジアの諸国からなる連合軍だ。ただし我ら日本支部だけは作戦から除外されている。え、どうして？日本支部は先の戦いで戦力を失い、君たちのような学生に頼るほどだ。それゆえに戦力として期待できないというのが本部の判断のようだ。確かに僕たちでは頼りないのかもしれません。ですが東京を守るためにも我々も魔王軍の討伐に参加し、一刻も早く混沌の勢力を叩くべきです。俺もそう思います。私もそう考えている。故に日本支部は本部の命に逆らってでも作戦に参加しようと思う。よっしゃ。君と太宰君、二人は東京議事堂へ向かってほしい。その地下から中央区方面につながる道がある。地下通路を抜けて魔王討伐に向かってほしい。はい。それと熱田譲るには別の任務を頼みたい。説明があるので残ってくれ。はい。なんだ今回は別々か。だけどお互いしっかりやろうぜ。では二人は早速行動に移ってくれ。